ドンセノンデ・ソモデ・ビーヤイ・ベンゴエチア1781年12月2日は一般にエンセナーダ公爵として知られるスペインの政治家。ソモデ・ビーヤの両親についてはほとんど何も知られていない。フランシスコでソモデ・ビーヤと彼の妻フランシスカでベンゴエチアのどちらについても何も知られておらず、1720年にスペイン海軍の役所に下働きとして入る。 以前の彼の人生についても知られていない。彼は、その年に、セウッタで、行政能力を発揮して務め、1731年に、現アルジェリアのオランの再占領でも、能力を発揮した。彼の能力は、国王フェリペ5世の最小ドンホセパティーニョに認められ、パティーニョは彼を、初期ブルボン家時代以来のスペイン海軍の、北方方面海軍部の主要基地である。 ガリシア地方のフェロルにある海軍兵器工場の監督職に昇進させた。ソモデビーラも王がエリザベッタ・ファルネーゼと結婚することにより王の息子を昇格させるためのスペイン政府の努力に巻き込まれた。すなわちナポリオ王国の王座にカルロス王子をパルマ公国の王座にフェリペ王子をそれぞれ送り込むことにである。1736年カルロス王子は ソモデビリアにナポリオ王国のエンセナーダ公爵の称号を与えた。エンセナーダはスペイン語で低白地あるいは小さな湾を意味し、祖世も意識した上層階級と宮廷の貴族たちの一部はこの信仰の農作法の出世を妬み、その称号が音説的に3つのスペイン語の単語に分割できることから EN シナだと分けた。これは彼には何もないを意味した。 1742年にエンセナーダは、パロマ公、フェリペの国事と軍事の長官となった。翌年、1743年4月11日には、パティーニョの後継者であるホセレルカンピーリョイコシオが死去し、エンセナーダ公爵として彼が、フェリペ5世の財務長官兼戦時長官兼海軍と、インディアスの長官に選ばれたが、エンセナーダは、 この使命に対して、四つの職務を同時にこなすことは、力量を超えているとして、農ロ・エピスコパリで応じた。彼は難色を示したものの、国王により退けられ、彼は41歳の時に最少となった。国王が在位している間、すなわち1746年7月11日まで、さらに1754年、王の後継者である。 フェルナンド6世の時代まで最小として在職し、オーストリア継承戦争でフランスとプロイセンの側についてスペインを勝利に導いた。彼の統治はスペイン市場では国内改革を旺盛に進めた政策としてよく知られている。彼は財務と国の外境の報告書を即位したばかりの新国王のためにまとめ上げ、1748年10月18日に締結した。 アーヘンの和訳において、グレートブリテン王国との和平を締結した。彼の指導下にあって、ブルボン家の先制体戦は世襲となり、公務が着手され、輸送が奨励され、貿易が育成され、多くの若い、スペイン人が教育のため留学した。彼の時代のヨーロッパで最も重要な国勢調査と統計調査の一つをエンセナーダが1749年から着手し、それは、 エンセナーダの土地大帳として税制度の広範囲な改革の最初の段階として知られている。エンセナーダはフランス王国との同盟を強く支持し、イギリスには敵対的政策をとっていた。イギリスの最小であるサー・ベンジャミン・キーンはエンセナーダに対立するスペイン宮廷の勢力を支援しており、エンセナーダが彼の参加にいる人物を外務省に送り込むことを阻止することに成功した。 エンセナーダはおそらくすぐに没落しただろうが、しかし彼はポルトガル人の女王である王妃バルバラデ・ブラガンサから支援を受けていた。1754年彼は彼女が好んでいたアメリカにあるポルトガルの植民地とスペインの植民地との交換に反対することによって彼女の怒りを買ってしまった。イギリスビーキのホセデ・カルバ・ハール・イランカステルと 中スペインのイギリス大使の間で陰謀が仕組まれ、宮廷スキャンダルに発展した。1754年7月20日、彼は国王の命令で逮捕され、カルバハールの死後最小を解任された。彼はグラナダに軟禁され、その後エルプエルトでサンタマリアに移ることを許された。1759年カルロス3世の即位により、彼は解放され、 マドリードに戻ることを許された。新国王は彼を租税制度の改革委員に任命された。エンセナーダはすぐに国王に怒りを募らせることになった。1766年4月18日、彼は再び宮廷を追放され、メディナデルカンポへ行くよう指示された。彼は1781年12月2日の死去まで、そこで暮らし、二度と公務にはつかなかった。 ありがとうございます。